ひろやまんのちょこっといいじゃん。ひろやまんのちょこっといいじゃん。イエーイ。こちらでは動画にいただいているコメントに対して返事をしていこうというコーナーになっております。今回はジャンジャン君に来ていただきました。お願いします。今回ちょっとコメントではないんですけど、前回ですね1周年ということで過去の映像を振り返ったんですけど、改めて皆さん1年間応援してくれてありがとうございます。まだまだこの番組続けていきたいなと思っているので、応援のほどよろしくお願いいたします。そして1回目のゲストだったジャンジャン君が2年目初のゲスト。はい、嬉しいです。またもう準レギュラー。今週編僕も拝見させていただきまして、おー嬉しい。1位だったので暫定1位を2年目も守りたいと思いますので、よろしくお願いします。この調子でバンバン遊びに来てください。はい、頑張ります。なんかもうモテそうな感じだもん。そんなことはないです。やっぱ女性のファンが多い。いや、そんなこともなく半々ぐらいで。あ、そうなんだ。いいですね、いろんな層から愛される。おばあちゃんとか来てくれても嬉しい。あ、わかるね。ユニ見てるよとか言われると、うんうん、ありがとうございます。かわいい。ほのぼのして楽しいです、ね、ほっこりしますな、はい。そんな風に。いや、なんでそんな風になるのかがまず分かんないし、まず大して仲良くない。プライベートでそのみんなでご飯とか行ってのも多分1回しかないし、2人ではもちろんないし、本当に無理だし、無人島に島田さんが1人しかいないって、私子孫残さなきゃいけないって言われても無理だし。まず私よく喋る人がもう無理なんですよ。声がでかい人も苦手です。だから人としては好きですよ。その付き合うとかは、うん、もう本当に絶対に無理なんですけど、人としては好きです。すごい、あの仕事人としても尊敬するし、話トーク力もすごい尊敬するし、すごい YouTuber になる前からしてたんですけど、すごいぴったりな職業だなって言って尊敬はしてます。ただそれと付き合うは別です。無理でしょ。無理じゃない。自分が女だったらどうする。島田さんに告白されたら。以上、現場からでした。え、ジャンジャン君はあの、お会いしたくないんですよ、島田さんと。あ、もう会わなくていいよ、別に。ごめんなさい。すごいいい人だけどね。いや、もしなんかあのツイッターのリプとかでたまに絡ませていただけるんですけど、よかったらちょっとお会いしたいなと思って。ファンは食ってるけどいい人だから。え、ジャンジャン君は自分が女性だったら付き合いたい演者さんとかいる？自分が女性だったらですね、うん、かっこいいなって。モロリンさんかな。あー、モテそうだね。服好きなんでやっぱおしゃれな人いいなって思います。確かにおしゃれ。モロゲンさんで間違いない。あ、モロゲンさんも来てほしいですね。スロットだもんね。でもね、パチンコだと男性自体がね、ちょっとやっぱり少ない。そうですね、パチンコ打つ。あー、土手さん。土手さんは全然。ケロクさんね、声は好きなんだけどね。ジンスケさんとかも面白そう。あ、面白そう。ジンスイさん、ジンスイくんとか、ナオキくんとか。あ、ナオキさん、なんかちょっとでも来てほしいですね。雑誌の方はなんかあんまり来られてないんで。島田さんと付き合っていたと思われるのがすっごい嫌なので、他の男性の演者さん、ライターさん、どんどん遊びに来てください。お願いします、切実に。ということで、これからもですねコメントに返信したりしていこうと思っているので、島田さんに対するコメントでもいいです。ジャンジャン君イケメンとかでもいいです。何でもいいので、どんどんコメント欄の方に書き込んでください。お待ちしてます。してます。視聴者プレゼントのコーナー、イエーイ。私ひろやまんとジャンジャンとのコラボサインをプレゼントしたいと思います。イエーイ、こちらです。詳しくはこの辺に出ていると思うので、
ぜひ見て応募してください。お待ちしてます。この動画もしよければグッドボタン、そしてチャンネル登録をぜひお願いします。そしてマルハンチャンネルではツイッターをやっております。いろいろ募集したりしていますので、概要欄の方からフォローの方よろしくお願いします。